気になる、久しぶりにやりたいと思います。皆さんこんにちは、グジンの西出です。よろしくお願いします。今回からですよ。以前は一人で、何かいろいろ来たり話したりっていう感じにしてたんですけど、ちょっとねアシスタント的なというか、質問してくれる人と一緒にやっていこうかなと思いますんで、よろしくお願いします。お願いします。気になってるブランドをお伺いしていいでしょうか。この後ろにかかってるこのセラファンですね。セラファンは気になってるブランドというか、ずっと好きなブランド でコロナがあって2年ぐらいかなお休みをしてたんですけど、っていうのもずっとグジではピッティでオーダーをしてたんですね。ただピッティに行かなくなったので、その間ストップしてたんですけど、去年の夏からまたピッティに行き出したので、そちらに行ってオーダーをしています。でさらに、その時はフランスの方にも行ってアトリエも見学させていただいて、そこでも新しいものとかを、セレクトして、この24年 SS から、また取り扱いが再開して、で早くもご好評いただいているというブランドになりますので、これを今回はご紹介していこうかなと思っています。ということで早速来た方がいいかな。そうですね、ぜひ着用していただいてお願いします。じゃあ着てみましょう。ということでこのセラファ違うね、着るとラグジュアリーですね。全然ちゃうよねこれね。ちなみに革は何の革なんですか。革はこれは、羊の革かな。羊で合ってるよね。羊で合ってるね。羊で合ってるよね。セラファンの革って最大の特徴だと思うんですよ、このブランドの。イタリアのトップブランドとか、他の国のブランドさんの、それこそラグジュアリーなものとかメゾンとかって言われるところのブランドの革も僕も実際持ってますし、で、着てもいるんですけど、このこうしっとりとしたこう滑らかなタッチとかっていうのがもうこのセラファンにしかないもので、これ聞いてみると、生産者さんの人がもう直接その何て言うんでしょう、牧場とかそういうところに行って、で革を何て言うんでしょう、入手してるそうです。なめし屋さんからなんか買ってるっていう感じじゃなくて、自分たちで革を選んでるそうです。レストランのね、その料理人の方が自分でこう漁港に行ってとか船に乗ってなんかマグロ釣ってますみたいな、そういうのに近い感じなんかなと思うんですけど、まずそこに最大級のこだわりを入れてるっていうところがこのセラファンの魅力で、やっぱりねこの触ってるとこの表面のタッチ、普通のレザーって黒とかでもそうなんですけど、ちょっと上にこのパリッとした膜みたいなのがあるというか、そういうのでもう革のタッチをきれいにしてる感じがするんですけど、もうこれはなんて言うんでしょう、人間でいうところのもうほんまのこう素肌というか皮膚というか、しかもその赤ちゃんみたいな、すごいこうしっとり滑らか、こんな肌に戻りたかったみたいな、もう無理なんですけどっていうタッチなので、これはおそらくそのどんな方が触ってもあこれすごい革なんやっていうのが分かっていただける革だと思います。なので、一番気に入ってるところというか、いいなと思うのはやっぱりそこですね。その革ぜひ味わっていただきたいなと思ってます。ちなみに形はいっぱいあるんですか。形はいっぱいあって、グジで毎回お出しになってこれなんですけど、これは必ずお出して、あと1つ2つぐらい、お値段もお値段なのでちょっと違う型のものをオーダーしてます。でこの SS ももう1つボマージャケットみたいな、フライトジャケットみたいな感じのやつをオーダーしてたんですけど、それは目新しかったのかっていうのもあって、すぐに完売してしまったんですけど、こちらの方はまだ少しサイズが残ってるかなというような状況ですね。ちなみに僕ちょっと気になってるんですけど、このジップの部分、こう丸いデザインになってるじゃないですか、これって何か意味合いがあるんですか。これはもともとはライダースの形なので、手袋をしてた状態でもこのつまみが持ちやすいというようなもので、結構ライディング系とか、あとはフィールドジャケットとかバブアとかもこういうのついてると思うんですけど、グローブした状態でもこのちゃんとつまめてこうやりやすいようにっていう感じ。ただ本格的なワークとかライダースのものと違って、この辺がフランスのブランドのいいところだと思うんですけど、とても華奢です。ここが強度がないっていうんじゃなくて線が細いっていう、
て、すごく上品です。で一個一個セラファンの刻印も入ってますし、まあ、こういうところが、全体に、まあ、ジップって、ね、このライダースの全体的なイメージを、まあ、結構タフなものにするのかエレガントなものにするのかっていうので結構これがポイントになってくると思うんですけど、この少しツヤっとしててもいやらしくなくて品がいいっていうこの線の細さが、まあ、このセラファーの特徴だと思うので、まあ、こういうこうつまみやすいディテールと線の細さっていうのが、まあ、フランスらしくてエレガントかなというふうに思ってます。じゃあ、後ろ姿をちょっと一回見せてもらっていいですか。後ろ、はい、はい、こんな感じです。まあ、だからどうでもないんですけどでもね、後ろってレザーもの全般そうなんですけど、まあ、これもそうか、ね、こういう、まあ、T になっている感じがこのこういう両サイドでハギがあるものが多いんですけど、やっぱり大きいもので綺麗なものを取るっていうのがやっぱりコストがどうしてもかかるので、まあ、そのパーツをまあ細かくしていくっていうのが結構安く上げるための技術というか企業努力の一つで、だいたいこういうところにハギが入ってたりとか、まあ、ここもこの辺に入ってたりとか、まあ、ここも入っているものはこの辺に入ってたりとか、ポケットに重ねてうまくごまかしてたりとかっていうのがあるんですけど、これはまあ普通の不白のライダースと同じような感じで身頃も1枚ですし、袖もこうちゃんとこの途中でつなぎもないですし、まあ、後ろもヨークと背中の部分、まあ、さすがにここ1枚というのはちょっときついので半分に割れてるんですけど、でここもそのウエストの帯ですよね、なくてそのままストーンと落とすような感じなので、これも非常にエレガントな仕様になってます。せっかくのねこの世界最高の革を用いているので、まあ、その革を最も美しく見せることができるパターンで、まあ、作っているかなと。多分皆さんびっくりすると思うんですけど、まず軽い、ライダースって昔だったらね、こう体にちょっとタイトなものを着てこうギューッとこう皮伸ばして自分の体に合わせて、まあ、なんか育てていくみたいな印象あると思うんですけど、これなんか育てるっていう多分概念ないですね。全くないですよ、ね、全くない。来た瞬間から吸い付いて動きやすい、ね、そうですね、無理がないというか、そのレザーの突っ張り感とかそういうのも全くないですし、シルエット自体は結構細いんですけど、まあ、その動きやすさ、着心地の良さ、軽さっていうのがそのレザーの域を超えてるなというのがまず一つ感じるっていうのと、あと割とこれは定番の形なんですけど、アームがこうシャープなのでライダース特有のやぼったさみたいなのが出ない形になってます。なのでそのハードな本格的なライダースっていう感じじゃなくて、なんて言うんでしょう、都会的な、まあ、すっきりと着られるレザーなんですけど、まあ、男性的な魅力もあってクリーンに着ていただけるような感じのものかなというところですかね。ちなみにこれライダースなので特有のこのここ結構細いです。止めるときちょっときついかもしれないです。でこれ以前はシングルジップだったんで止めるとこう絶対こうなってたんですけど、今ダブルジップになったのでちょっと開けれるようになってアップデートしてます。まあこれが結構いいかなと、ようやくなってくれたかなというような感じですね。ちなみに裏地シルクです。いいですよねこういうの。いいですね、はい、ケアをして長く着ていただくと。そうですね、ケア、まあ正直レザーのケアって僕はあんまりしないんですけど、これも多分あんまりしなくてもいいのかなと。乾燥はどうしてもまあ皮物はしていくので、まあそういう時だけこのなんて言うんでしょう、ニュートラル系のこの薄いクリームをまあちょっと塗っていただくぐらいでいいのかなと思いますね。あんまりやりすぎるとね、ちょっとこうタッチも変わってきたりとか、これの感じなんで多分ちょっとシミ入りやすいと思うんですよ。なのでまあ、目立たないところで最初はこうチェックしていただいて、で全体的に薄くなじませていくっていうのがいいのかなと思いますね。だいたい僕らの取り扱ってるレザーって、まあ、10万円から20万円ぐらいのものが多いんですけど、まあ、3着分ぐらいのまあ価格になってます。なので、まあ、そのねレザーそこまで出せるかどうかっていう問題あると思うんですけど、まあ毎年ね新しいレザーを買ったりとかされる方もいらっしゃるとは思うので、まあ、そのレザーを買い替えていくスパンが
今後なくなるというふうに考えると、まあ、このレザー1着持っていると、まあ、多分一生ものっていうのはね、なかなか言えないと思うんですけど、長く着ていただけると思いますし、長く着たいと思えるようなものだと思います。思い出のレザーになると思いますので、まあ、すごくいいものだと思います。ぜひ店頭でご覧になってください。